はい。えー、常日指導イ YP です。えー、っと、今日はですね、えー、手で、えー、体の一部を固定して、えー、今日はたまたま、えー、階段の手すりを使って、こういう持ちこ、持ち方をして、えー、体を支えて、支えた状態で、手で固定した状態で、片足をまず、ブランブランです。で、この時に、 必ず自分の体の軸っていうものをまっすぐを意識して、えー、足だけをですね膝もしっかりと伸ばした状態で足だけをこう振るっていうことですねで最初は、えー、腰に手を当てたりして、えー、こちら側の手も固定してるんですけどバランスっていう意味で今度は。 腕振りも加えてみる。で腰に手を当てた状態で今度は横ですね横の動きそして今度は、えー、後ろ回りですね後ろでこの時に少しだけ意識してもらいたいのは、まあ、真ん中に軸を持つっていうのはあの走ってる時でもいつの時でも一緒なんですけど、まあ、この時にですね足をこう振り子状態にする時に気をつけてもらいたいのがつま先がですね、えー、しっかりと まままず基本っっすぐ、ま、っすぐぐの状態で足を振るということですねで足の状態もこういうふうにこう斜めにこう円を描くように、えー、振るのではなくてしっかりとこうまっすぐをですすねまっすぐを意識してどうしても後ろに行った時にこういういに外に,外に開いたり内に中に入ったりと、えー、そういうふうな形になったりしやすいのでこういう基本的な動き動作の確認をする時にはまっすぐを意識しながら。 やってみるということですねであの足の振り幅についてもあの最初ですね最初から高い高く足を上げるのではなくて最初はですねゆっくりこういうふうにあの関節とかを温めていきながらですね自分の可動域確認しながら温まってきたなっていうのを自分で確認ができたらですね徐々に徐々に大きく大きく広げていくということですねで最初はあのこっちの固定した足を見といてもらいたいんですけど こういうふうにかかともつま先もついた状態なんですよね。で、これをですね、まあこの固定した足もバランスっていう意味でわかります。足を前に出したときにこういうふうにつま先立ちになってるんですね。固定しする時でも。 あの固定するためにしっかり軸を整えるために力が入ってる踏ん張るっていう力が入ってるんですけどあのそれをです、ね、今度は固定の仕方もですもつま先で、えー、バランスを取るっていうところもです、ね、この足に覚えさせたりしながら1、ね、つの動きの中でもです、ね、いろんな箇所にです、ね、負荷をかけたりあのバランスの取り方があっていいと思いますのでそういう変化を加えながらです、ね、やってみるっていうことで今日はですね。 足の振り子を使って軸を整えようということで,で今日はたまたまこういう持ち方をしましたでも持ち方こういうふうな持ち方をするのかもしくはこういうところを持つのか、えー、持ち方と持つ位置高さによっても軸の使い方というのはかか変わってきますのでそういったところも少し意識してみやってみるといいのかなと思いますありがとうございます